というものを先ほどやってたんですけど、来てくださった皆さんありがとうございましたね。質問とかもね募集したりして、皆さんいっぱいね送ってくださってありがとうございました。コーナートークうまくいってたでって、うん、優しい、ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。あっという間の時間でしたね。なんかメンバーも4人だったんですけど、めっちゃ新鮮で、ミカナとフーアとアンジュと私でした。楽しかったです。あ、なんか変な人来た。何これ、何これ、え、待って、これ何、もしかしてさ、梅もココナさん、はい、マジ、そうですよ。え、何ですか、何これ、え、何何これ、これ何ですか、何これ、なんかショールーム配信っていう、うん、あの何配信アプリです。あ、そうなの、え、この星何、これ、あの、アメちゃん。あ食べね、え、どっち食べてんの、え、ちょっと食べて食べて。あ、お、いいね。どうしたん、え、かわいいね。あとかわいいね、あとかわいいね、あとかわいいね、またさらにかわいくなったね。なんかさ、前髪切った、前髪切った、え、やっぱりいいの切った、さすが、さすが、おここ髪切ったよな、切ってない、切ってない、昨日美容院行くとか言ってへんかったっけ。誰、え、誰じゃ美容院行くって言ったの。いや言ったよ、言ったよな、嘘ついた、未来に、え、これ切ってないね、あの、あ、 トリートメント、ね、やば、早とちりしてしまった、まあまあまあ、でもちょっとちょっと、うん、身近になったかもしれない、やろ、うん、ほら、うせ、うちのあの嫁頼ます、うん、じゃあ頑張れ、バイバイ、バイバイ、ありがとう、バイバイ、好き。未来も、はい、かわいい、ありがとうございます。特別ゲストでした。今日はハロウィンということで、皆さんお菓子ください、お菓子ください。お、今日めっちゃ面白かったよ、ありがとうございます、嬉しい。あっという間でしたね。いやー、すごい、え、めっちゃ大きいお菓子いただきました。こんな何本あってもいいですからね。えー、嬉しい。え、これめっちゃ好きなやつ、これ大好きですね。すごい、すごい匂いが、お菓子の匂いがプンプンしております。これあれですね、あの、せんべいなんですけど、ありがとうございます。え、誰かです、えー、嬉しい、やー、こんな豪華なお菓子をいただきました。もう何本あってもいいですよ、こんな、えー、めっちゃ嬉しいんですけど、えー、何これ、見て、あ、カントリーマーム大好き、焼きマロン、焼きマロン味、初めて見た。せんべいさよなら、いや、違う違う違う、え、すごいですね、この味、焼きマロン、皆さん食べたことありますか。秋って感じですね。くまモン、くまモン、くまモンや。温めることでまるで焼き栗のようなホクホクとした美味しさが楽しめますって書いてます。えー、美味しそう、後で温めて食べます。食べたことあるよ、やって、うまいよって、えー、食べよ、やだー、え、なにこれ、なにこれ、すごい、すごいグミが
え、なんなんやろこれ。ゴリラ？あ、コウモリ？コウモリでした。美味しそう。めっちゃいろんな種類のお菓子が入ってて幸せです。あ、ツイッターのアイコン変わったな。そうなんですよ、変えた。皆さん見てください。あの地味に変えてるので嬉しい。気づいてくれてありがとうございます。あ、見て、やっぱハロウィンなのでね、こういうグミがあってなんかすごい楽しいですね。嬉しい、いただきました、ありがとうございます。いろんな味ある。これもだってさ、パイの実なんですけど、いつもと違う色。キットカットもアップルシナモン味やって、すごい。お、アイコン可愛いって、ありがとう。そう、なんかね、そろそろアイコン変えなと思って、なんかね、いろいろ試してたんですよ。でもなんかいいのがなくて、一応、まあ、いいの決まってやってるんですけど、今また変えるかもしれないですまあでも今のところあれでいこうかなっていう。皆さんツイッターもねフォローしてくださいね。え、ご飯まだ食べてないからめっちゃお腹すいた。たおしです、一生好きです。あ、もうめっちゃ嬉しい。もうそれが一番嬉しいですよ。一番がいい。ありがとうございます。はい、あ、インスタ可愛かった、ありがとうございます。そう、さっき今日インスタもね更新したのでチェックよろしくお願いします。こちらから何もないけどリンクが、あの渋谷スカイの時のやつ、結構前に行ったんですけどまだ載せれてなかったので、なんかアイドルあるあるというか、なんかインスタあるあるなんですけど、こうなんかたま、写真がねどうしてもたまっていくんですよね。こう撮ったりして、でたまっちゃって、で載すのがもう本当に3ヶ月後とか、ちょっと盛りすぎたけどなんか1ヶ月後とかになっちゃったりするんですよ、更新するのが、写真載せるのが。だからめっちゃ前の写真とかでねたまに載せたりするんですけどまあここっていうのは変わりないので、ここの写真なのでいいねとコメント待ってます。そう、なんかね、だバンバン写真がたまっちゃうんですよね。はい、お、今日のみかにゃんとの前髪褒め合い可愛かった。いやー嬉しいですね。まさかみかながさ、ここの前髪をこうめっちゃそれになりたいって思ってくれてると思わんかったからめっちゃ嬉しかったです。フォローしました、ありがとう。食べたい、せんべいですね。なんかせんべいのさ袋やのにさ、あのラムネとか入ってんねんけど、匂いがまっざまざ、めっちゃ混じってますね。なんかこういうチョコケーキのお菓子も入ってるしさ、すごいな、いろんな入ってます。ラムネもあるし、
懐かしい、うん、いやーハロウィンですね。もう特に何もしてないんですけど。ん？はい。え、なになに？え、何ですか？どうも、あ、そうや、今日あれや、ナングラ、ナングラしなあかんねや。ナングラ。え、なになに？公式コメント？公式配信来てるよって。え、何ですか？なんか来てるって。え、何ですかね。こんばんは、どうも。あ、 AKB 小宮山さん福岡です。こんばんは。え、何ですか？あ、え、6位に、あ、5位、ありがとうございます。すごい、なんかすごいことが起こってる気が。見られているんですかね、見てくださってるんですかね。ありがとうございます。あ、小見春さんとせいなさんがハッピーハロウィンです。すごい。え、なんか全然分かってないんですけど、ありがとうございます。嬉しいですね。審査、え、なんかそういうのがあるんですかね、やっぱりハロウィンということで。あ、コスプレか。え、全然してなかった。これしか、なんか人参みたいなのつけちゃったりして、一人で楽しんでます。あ、見て、お菓子めっちゃボロボロ。え、コメント全然見れないんですけど、してくださってるんですかね。ありがとうございます。とりあえず自己紹介しとこう。やって、はい、ここのこと、宮間ここなです。え、まだ見てくださってるんですかね。ここな、何歳になったの。何歳やったっけ。18歳です。あ、年聞いてくださってるんですね。18歳です。なんか緊張しますね。高校3年生になりました。身長何センチですか。あ、ありがとうございました。身長160ぐらいです。なんかめっちゃ申し訳ないです。めっちゃコメント来てくださってたんですね。ありがとうございました。待って、なんかもう何が何だか分かんないんですけど。あ、もう15分経過してるし、あ、終わったよって。はい、ありがとうございました。そう、ナングラをしなきゃダメなんですよ。どうしましょう。しかもね、今日までなんですよ、あれ。今日までなんですよね。あのね、宿題ギリギリ派は、そうですね、多分予想通りかなと思うんですけど。え、これどこがいいですか。こっちでいいですかね。
ギリギリでいつも生きていたいから。そう、本当にそう。場合による。こんばんは。こんばんは。宿題ちゃんとやる？やりますよ。いいよ。ね、写真で一言みたいな感じなんですよ。宿題なかったことにする派？いや、一応やるんですよ、ちゃんと。本当にギリギリに。はい。何やったっけ？そう、写真で一言なんですけど、私が選んだのは2番です。多分皆さんね、分かんないかなと思うんですけど、なんかいろんなね、4枚写真があって、それに対して一言考えないとダメで、2番の赤ちゃんのかぼちゃのやつを選びました、私はみんな2番、赤ちゃんのやつ、赤ちゃんのやつ。そう、赤ちゃんのやつで、なんかかぼちゃの格好してる赤ちゃんなんですけど、でなんかちょっと驚いてる感じ、めちゃくちゃ驚いてる感じではないけど、なんかおみたいな赤ちゃんなんですけれどもテンション高きよ。あの写真ここに出したいですね。分かんないですよね、皆さんどんなんか。誰かで、まあこう赤ちゃんの写真多分見なきゃ分かんないですね。まあ一応言っときますね。じゃあ一回、あ、ゾンビおった。はい、これです。決まりましたあ、どうしよう、思んないかなえ、どうしよう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 、ちょっとわかんない今の。まあ皆さんの意見お聞きしたいなっていう。おもろすぎて泣いてるやって、ほんまかいな。いや、写真欲しいですね。スタッフさん今みんなどっか行っちゃった。あ、でも結構高評かもしれへん。シンプルに面白いって。ゾンビおったじゃなくて、何がいいんやろな。ゾンビあかんから。何？ハロウィンといえば何や？ジェイソンは？うん、あ、でもいいと思うって。ゾンビ好きやなってもうハロウィン知らんがなみたいなとこありますよねあ、ジェイソンは違うか。まあいっか、ゾンビで。ゾンビオッターにします。よし、決まりました。じゃあスクショタイムしましょう。これ見えたいですもんね。ありがとうございますバカウケ絶対みんな真顔やろ、絶対笑ってないで
あ、なるほどね。あ、これか。これがバカウケっていう名前か。いや、もうみんな絶対真顔やん。じゃあランキングを読みたいと思います。13位メビウスさん、ありがとうございます。12位557ケンジさん、ありがとうございます。11位ササキングさん、ありがとうございます。10位ニコちゃんさん、ありがとうございます。9位スノーマンさん、ありがとうございます。8位ニクミンさん、ありがとうございます。そして7位がエイジさん、ありがとうございます。6位ミオッチさん、ありがとうございます。5位レイナさん、ありがとうございます。4位スケカニさん、ありがとうございます。3位シノさん、ありがとうございます。2位がひじりまんさんです、ありがとうございます。そして1位がじゃ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 、ライトワンさんでした、ありがとうございます。ワン、はい、皆さんたくさんコメントとかアイテムとかありがとうございました。もうライブまでね、あともうちょっとで、え、今日何日、31やろ、もうちょっとですね。11月3日本番ということで頑張ります。イエーイ、楽しみ、楽しみにしててください。じゃあ皆さん最後にあるあるが言いたくなりました。あるある言いたい、言いたいあるある、あるある言いたい。